こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は東京都日野市中央線豊田駅にやってきました。この先八王子方面に進んできますと位置するのは中央線や青梅線、五日市線で運用される車両の大きな基地、豊田車両センターです。以前からたびたび訪れまして様子を見てきていますが、ついに2階建てグリーン車、正式な発表がありました。サービス開始です。残念ながらホーム先端にやってきたところで一切見えませんので、この後は改札を出ます。ぐるっと一周いろいろ触れていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。一番最初の車両、サロ E233-1、 サロ E232-1 が車両製造メーカー総合車両製作所横浜事業所を出場しまして、 JR 貨物により甲州走、そこから見てきていますが、やっとここまで来たかという感じです。サービス開始はある程度予想ができていた2025年春と正式発表、しかし詳しい日程などは後日とされています。例年3月になりますとダイヤ改正が実施されます。そこからとなるんではないでしょうか。こちらの洗車機もグリーン車関係で新しくしたとされています。中央快速線、東京から大月間並びに青梅線に直通する青梅までの全ての列車に導入されると決まっています。たくさんの編成で運用されていまして、全57編成分にグリーン車が組み込まれます。とは言ってもまだ現在の時点で大半の編成が10両編成、それを12両編成化していく必要があります。相当な時間がかかります。そこで取られる対応としまして、仮の話、こちらの車両は10両編成になっています。グリーン車を組み込みまして明日サービス開始。そして奥からやってきた編成も10両編成ですので、組み込みまして明後日からサービス開始、そのようなことを行っていくようです。正式には来年の春からとされています。しかし全ての編成に一気に組み込むことができませんので、もう間もなく約1ヶ月後に順次サービスを開始していくとされています。10月13日からです。そこから春まで約半年ぐらい期間がありますので、徐々に増やしてきます。全て集まり正式なサービス開始という流れに決まりました。ぐるっと一周する予定でいますので、後ほど見れるかと思います。外れの方に行きますと、まだ運用することができないグリーン車がたくさん留置されています。現行10両編成に徐々に組み込んできまして、12両化なくしていくはずです。合わせて利用料金の方も発表されています。首都圏タロ線で運用されているグリーン車と同じような感じ、距離別が採用されまして、モバイルスイカを利用した場合、50キロ以内であれば750円、100キロ以内であれば1000円となっています。仮に東京から利用しまして、おおむね終着となる高尾まで利用した場合、53.1キロになりますので料金は1000円、少し手前の八王子で下車をすれば1つ料金が下がりまして750円、47.4キロ、若干距離が変わるだけで料金がだいぶ変わってしまいます。考えて計算する方も出てくるんではないでしょうか。また特急あずさ号や海事号、八王子号や青梅号の料金と比較してもそれほど変わりませんので、通勤時間帯であればお客さんの分散が期待されるかもしれません。料金の方簡単に触れてきました。とは言っても正式にサービスを開始した後の料金になります。
ということであれば10月13日以降はどうなるのか、まだ編成が整ってない状態。なんと無料で利用できるようです。かつて常磐線の中距離近郊電車にグリーン車が導入された際と同じような扱いになっています。だいたい半年の間無料開放という形になりました。ということであれば12両編成のうちグリーン車のみが混雑をしまして、他の車両は空いているという現象も見れるかもしれません。たまたま H57 編成が留置されています。グリーン車が組み込まれていまして、これが当たり前の光景になります。一方でこちらの大量のグリーン車、徐々に減ってきますので、ここでこのような光景見れなくなってしまうかと思います。相変わらず相当数が留置されています。これが片付けば幕張や神津に疎開しているものも返却改造しまして、徐々に組み込んでいくかと思います。それにしてもオール2階建て8両を連なった姿はとても迫力があります。これも見納めになります。関連するホーム延伸工事もあらかた終了しまして、先日中野から武蔵小金井間停止位置の変更が行われています。とは言ってもまだグリーン車の方すべて揃っていません。 JR 貨物により講習走も終盤に入っています。すべて整いますと、あとはサービスを開始待つだけという形になります。一方で約5年間支えてくれた車両が引退。左側オレンジのラインが見えてるかと思います。 E233系0 番台ではなく209系1000番台です。0番台の方がグリーン車組み込み対応改良工事およびトイレ設置工事を行っている際、車両不足が発生してしまうということから、松戸車両センターの方から転属をしてきてくれまして、支えてくれました。当初は通勤時間帯だけのお助け運用みたいなことをしていました。しかし末期は日中も見ることができ、乗車することもできました。引退してしまったのと思われる方いらっしゃるかと思います。前面を見てみますと象徴的な編成札が撤去されています。トタ81、82編成運用離脱したのはつい最近です。トタ81編成が9月6日、トタ82編成が8月27日。その後は運用復帰することなく、両編成の編成札が撤去されてしまいました。予定では2024年秋をもって引退すると噂されていましたので話が通ります。もう1編成に関してもパンタグラフを下げた状態、編成札がない状態で内陸部に留置、運用復帰することはもう難しいかもしれません。とは言ってもこの先の動向まだ分かりません。動きがあれば見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。新しいものが出てくれば古いものは引退、これは仕方ないことです。そのあたりを妥協しましてグリーン車サービスを喜びたいと思います。右奥に道2階1編成確認することができました。10月13日以降にグリーン車に乗車する方法、それは時の運になっています。とは言ってもいろいろ調べれば出てくるようなので、試してみてはいかがでしょうか。最初は注目が集まりまして、簡単に座ることできないかと思います。年が明ける頃になりますと大半の編成に組み込まれ、簡単に試すことができるんではないでしょうか。いろいろ触れながらぐるっと一周回ってきました。この後は豊田駅の方に戻りたいと思います。本日はこの辺で失礼したいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。